アロハ、フラナビゲーターの吉見大輔です。今日もあなたをメレ旅ドライブにご案内したいと思います。メレ旅って何というあなたに、メレというのはハワイ語の歌という意味の言葉です。歌の中にね、たくさんの、ハワイのね、場所の地名が出てきます。で、そういう場所を実際に訪れてみようというのがメレ旅です。で、僕はね、メレ旅をしすぎて、メレ旅というタイトルの本も出版しました。ハワイ諸島5つの島をね、巡っています。で、そんなメレ旅の著者の僕が案内する場所はカハナです。カハナへの行き方ですけれども、ワイキキから、まずウィンドワードに抜けていきます。ウィンドワードに行くためにはリケリケハイウェイを通るんですけれども、このね、行き方、リケリケハイウェイまでは、別の動画、カネオヘにね、案内するドライブ動画で、案内していますので、そちらをチェックしてください。で、リケリケハイウェイをトンネルを抜けるとコーラウ山脈の向こう側に出ます。ここからがウィンドワードですね。で、カヘキリハイウェイに乗り換えるんですけれども、このサインが出てきたら右側に注意してくださいね。カヘキリハイウェイに乗るためには右側の車線を走ってください。で、カヘキリハイウェイに入ったら、もうあとは一直線にずっと道なりにまっすぐ行くだけです。途中カメハメハハイウェイにね、名前は変わりますけれども、基本的にはもう一本道なのでね。そして信号もなくなります。カメハメハハイウェイに入ってからはもう信号もなく、ただただ、最高のね、景色のドライブルートを走ることになりますので、景色を楽しみながら走ってください。ちなみにこの辺り、カヘキリハイウェイからカメハメハハイウェイに変わる、辺りはですね、左側にずっとコーラウ山脈が見えてるんですよね。この山のね、コーラウ山脈、ウィンドワードから見るコーラウ山脈ならではの景色をね、楽しみながらぜひ、ドライブ楽しんでください。で、今日行くカハナという場所ですけれども、どんな歌に歌われているかというと、有名なの2曲あります。まずはネイサン・アベアウが歌っている、その名もカハナという曲。そして、もう1曲は古い歌なんですけれどもね、フラソングのスタンダードとして有名なビューティフル・カハナ。この2曲に歌われているカハナの特徴としてね、両方の歌にそのカハナの、海辺の優しい風、そして香る風のことが歌われているんですよね。なのでね、カハナに行ったらその歌の中に出てくる風を感じてほしいんですよね。というわけで、ウィンドワードを北に向けて走る海辺のね、ドライブコース、ぜひ景色を楽しんでください。で、ドライブの終わりにはカハナのもう本当に癒される海の景色をね、じっくり堪能してください。